のタイトルは What's Mode、 まあモードって何なのみたいなお話をさせていただきたいのと、あとはまあ IoT ってそもそも何だっけみたいな話も交えてですね、まあそこからモードどういうふうにこう IoT 考えているのかみたいなお話も交えてさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずは、自己紹介させてください。村岡正和と申します。モードインクでですね、関西支店長という役割でさせていただいているのと、役職的にはソリューションアーキテクトという仕事をさせていただいています。モードでソリューションアーキテクトって何なのって言いますとですね、まあモードってほとんどが技術者で構成されている会社なんですけれども、我々のプラットフォームを開発しているエンジニアと、お客様に寄り添って、まあ、コンサルティングなり、お客様のソリューションを成功に導くためのですね、いろいろな技術的なサポートやビジネスサポートをさせていただくソリューションアーキテクトという役割と、主にこの2種類の役職がございます。で、私はですね、このソリューションアーキテクトという、職業でもって、まあ、お客様の、まあ、我々からするとフロントエンドの仕事なんですけど、お客様側の、技術的なサポートであるとか、まあ、お客様のビジネスを一緒に作ったりとか、IoT ビジネスを作ったりとか、いったようなことをさせていただいておりますと。で、モード、一方でモードっていう会社、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれど、改めてご紹介させていただきます。モードインクという会社でございまして、2014年にですね、サンフランシスコ郊外のこのサンマテオ市というところでですね、まあ、そうですね、サンフランシスコから南に1時間ぐらい車で行ったようなところ、結構あったかいところなんですけど、そこで創業された IoT スタートアップでございます。で、各種センサーからクラウドにですね、データを大量に膨大に収集してですね、まあ、その収集したデータを活用いただくための、プラットフォーム基盤というのを持っていて、まあ、それをもとにですね、さまざまな IoT ビジネス提案をお客様向けにさせていただいておる会社でございます。で、 CEO がこの上田岳というこの写真の人物でございまして、どうやら Google 創業期にですね、日本人として2番目に入ったという、まあ、Google の中でもかなり最古参の人間でですね、まあ、Google マップの開発なんかに従事していたわけなんですけど、彼がですね、まあ、この Google という会社で大量にそのね、ユーザーのデータをですね、蓄積するというような、まあ、収集して分析するような仕事をしていた中で、まあ、これからはですね、人だけではなく機械からデータがたくさん集まってくるような時代になるに違いないと、それが活用される時代になるに違いないと、まあ、いったようなことをですね、思って、このモードというスタートアップをですね、2014年に起業したというのが、まあ、会社設立の由来でございます。はい。で、まあ、ちょっと本題に行きますと。そもそも IoT って何なのというようなお話をさせていただきたいところなんですけれども、IoT というか、この IT 界隈ですね、このIT 界隈って、まあ、バズワードの塊じゃないですか。IoT 界隈の中では、最近だと私が知っている中でもこの IoT、まあ、古くからあるこのインターネットオブシングスというキーワードとデジタルツインという言葉、あとサイバーフィジカルシステムといった言葉が最近になって出てきております。でですね、なんかいろいろ展示会とか行くとですね、こう IoT 入ってますみたいな、こうなんか営業してたりですとか、もう今からデジタルツインを始めましょうみたいな、キャッチコピーであるとか、サイバーフィジカル対応ってか、なんかチラシにでっかく書いてあるようなとか、参見する上です。参見することが多いと思うんですけれども、この皆さん、そもそもこのデジタルツイン、サイバーフィジカル、で、まあ、もともとこのインターネットオブシングスという言葉、なんか入ってますだとか始めましょうとか言われてますけれども、何なのかよくご存知ですかっていうね、というか営業の人たちに聞いてもなんかそれぞれ言ってることが微妙に違うよねみたいなところもあると思うんですね。で、じゃあ今日はちょっとこれは私の見解ではありますけれども、 IoT、 デジタルツイン、サイバーフィジカル、それぞれの言葉が一体何なのかっていうことを簡潔にちょっと私の見解をご説明させていただこうと思います。まずは IoT。 皆さんよくご存知のこのインターネットオブシングスですね、もののインターネットって日本で訳されますけれども、これは何なのかと申しますとですね、この
ざっくり言うと、このインターネットを用いたデータ収集から活用までのサイクルと、それを支える技術群のことをですね、まあ、割と抽象的にこの IoT という言葉でビジネス業界ではですね、くくっているんじゃないかなというふうに思っております。いろいろなお話を聞いてると、まずこのキーワードとして大事なこのインターネット、インターネットオブシングスなんで、必ずインターネットを用いているっていうことが前提になってるんですけれども、まあなんか業界によってはなんか IoT という言葉をですね、全くインターネットを使わない、なんかローカルでデータを収集するようなところに使ってらっしゃるようなところも見受けられますし、あとこのデータ収集から蓄積までが IoT で、なんか活用からが AI ですよみたいなお話もあると思うんですけれども、個人的には、まあ、古くから IoT という言葉に携わっている人間としてはですね、初期の頃はこのデータ収集、蓄積、そこから、まあ、クラウドに蓄積されたものをインターネット経、あ、分析して、インターネット経由でその活用の何か、ユーザー体験をですね、まあ、現実世界にフィードバックするという、この4つのステップを踏んだこのサイクルを回すことが、そもそも IoT で何か、新しいものを生み出す秘訣ですよみたいなことを言われてました。なので基本的にはこのデータ収集からこの活用までの4つのサイクルをくるくる回していくよということで、何らかまあ利益を生んだりコスト削減を図っていくということを目的としてやられる施策っていうのがに IoT という言葉が使われるのと、まあ、それぞれのこのデータ収集や蓄積、分析、活用といった部分において使われる様々な技術ですよね。まあ、例えばデータベースであるとか、あれですね、まあ、データ分析で使われる AI であるとか、それをブロードキャスティングするためのウェブのシステムであるとか、まあ、いったようなものの技術群の総称みたいなもの、それらをひっくるめて IoT システムでいったあったりとか、IoT 関連技術であるとか、いったような言い方をするというふうに認識しております。次、デジタルツインですね。もう、はっきり言って、ほとんど一緒なんですが、主にデジタルツインという言葉は、ビジネス業界では、その、現実空間をサイバー空間で模倣する、模擬するといったようなニュアンスが、主に強いんじゃないかなというふうに印象を持っています。まあ、書いてある通り、現実空間を全データ化することによって、サイバー空間に現実を模擬可能な環境を作ると、いったようなことですね。こういった形でデジタルツインという言葉が使われているように見受けられます。で、いわゆるこのデジタルツインを実現する上でいつも言われるのがですね、非常に多様で膨大なデータが必要なんですよということが言われます。それは、まあ、まさにその通りで、なぜかというと、まあ、この現実世界の例えば車であるとか工場であるとかロボットであるとかというものをサイバー空間でリアルタイムに模擬して、シミュレートすると、まあ、いうようなことが、肝心要の体験になってくるのでですね、そのためにはその車側の位置情報だけではダメですね。スピードであるとか、何の荷物を積んでいるだとか、その荷物が今どのような状態になっている、ドライバーのコンディションがどうであるとか、いったような、あとはその相関性があるかもしれない、その周囲の天候であるとか、道路の状況であるとかというもの、いろいろな多様なデータをサイバー空間にアップロードすればするほど、その模擬できるその環境っていうのは、まあ、あれですね、現実空間に近くなっていくわけですから、それだけやはり多様でかつ膨大なデータ、シミュレーションのためのデータっていうのが必要になってくると。で、膨大なデータで分析できればできるほど、現実空間に近い、模擬がサイバー空間でできるということになると思うので、それをどう言って活用するかというと、まあ、例えば、車で事故を起こしてしまいましたというときに、その事故原因を、ですね、分析したいよと、追いたいよというような話になったときに、現実空間の時間は巻き戻すことはできないんだけれども、サイバー空間に蓄積されたデータって、まあ、巻き戻しができるんですよ。そういう意味では、そのどういったスピードで、どういうタイミングで、事故現場がどういう環境であったから、事故が起こったということをですね、例えば数分前であるとか、数時間前に、
データを巻き戻して、そこから再生させたり、そこから分析することによって、事故原因を詳細に究明できたりというようなこと。これらがまあ物流業界であるとか、まあ、生産現場ですね、製造現場であるとか の故障原因特定であるとか、まあ、長期中期計画の策定のための根拠となるデータシミュレーションといったようなところで活用されるというようなニーズがあるということなんですね。よ、次、サイバーフィジカルシステム。これが多分一番新しいキーワードなんじゃないかなと市場に出てきたと思っているんですけれども、これもですね、あれですね、まあ、デジタルツインとあまり変わらないような気はしております。ただ分析の方に結構力を入れたキーワードなのかなと思っておりまして、まあ現実空間、いわゆるフィジカルとここでは表現されていますの、さまざまなデータを分析可視化して現実にフィードバックするといったようなことをに重きを置いたキーワードになっていますね。とやはりここでも現実空間からサイバー空間にデータをアップロードしますよと。で、そのアップロードしたデータを、まあ、分析したり可視化したりすることによって、そのデータ活用を現実世界にフィードバックすると、このオレンジの部分に結構こう重きを置かれているキーワードなのかなというふうな印象を持っていますという感じなので、結構サイバーフィジカルシステムというとですね、なんか AI の活用みたいな脈絡からこういう言葉が使われているように思っておりますと。まあ、こんな感じでちょっと一回プロットしてみますと、まあ本当に提供したい分野ごとにキーワードが市場にアプローチするためにですね、なんか似たようなワークフローをですね、違う言葉で表現しているのかなというふうに個人的には見て取っております。 IoT という言葉は、まあデータ収集、蓄積、分析、活用というね、さっきの図でお示しした4つのステップを、割と技術的な脈絡であるとかですね、このワークフローそのものを、まあいわゆるまあ、自動化するといったような脈絡で使われているので、アプローチするジャンルとしては結構全域的なアプローチの仕方になっている、かなり抽象度の高いキーワードのようになっているように見受けられます。一方でデジタルツインですが、まあ割と強調しているのがこのデータ収集と最後のシミュレーションですね、活用の部分でシミュレートというところに割と特化しているキーワードで、まあ割まあ、この辺活用したいのがまさに製造業、運輸業であるとか、まあ、エネルギー関係ですねといったような、本当に詳細なシミュレートが必要な業界ですね、まあ、いったようなところに多く投下されているキーワードなんじゃないかなと思います。でサイバーシスフィジカルに関しては、まあ、データ収集とこの分析活用といった最後のステップの方にですね、どっちかというとデータ収集よりはこの分析活用の方にかなり重きを置いたキーワードのように思っているので、考えられるので、このスマートシティとか医療とかセキュリティ関係といった、まあ、本当に分析というようなところがですね、結構重要視されるような業界に対して、まあ、投げかけられているキーワードなのかなというふうに思います。何度も繰り返しになっちゃうんですけれども、このデータ収集、蓄積、分析、活用というこの4つのこの要素的なステップですね、いうようなところはですね、ほぼほぼ変わらないと思います。まあ、デジタルツインに関しても結局データ収集、シミュレートが強調されているんだけど、結局その間に蓄積や分析のフローがないとシミュレートは実現できないわけですし、サイバーフィジカルに関してもやっぱり分析のためのデータ蓄積は必須になってくるので、やっぱりこうキーワードとしてはそれほど強調されてないにしろ、同じような、ステップで、このユーザー体験をですね、実現するというようなことには変わりないと思います。でかつですね、この中のこういうふうにプロットしてみると、必ず最初に必要なこと、一番最初のステップっていうのはこのデータ収集が一番スタートラインとして必要なステップということがですね、なんか浮き彫りになってくるんですね。でまあ全部は共通なんですけれども、結局データ収集ってしないと、まあ後の体験につながらないんだから、 IoT を一番最初に、まあデジタルツインもサイバーフィジカルもですが、一番最初に始めましょうという時に一番大事になってくるのが、このデータ最初のステップとして取り組まないといけないのが、このデータ収集という形になると思います。でモードは、じゃあその中で何をやってんのっていう話をこれからさせていただきたいと思います。
じゃあ、モードプラットフォームと言われる我々が、お客様にサービス提供しているプラットフォームはですね、この図の中で、この真ん中の部分ですね、この一方通行のこのワンラインの部分をモードというのは保守サポートさせていただいているということになります。モードの役割としましては、物理世界をデータ化してクラウドに収集、蓄積するための、プラットフォームという位置づけでですね、皆さんにご提供させていただいております。で、その役割としてはですね、この左と右側の端っこの部分っていうのは、モードはサポートしていない部分で、お客様、こういうパートナーさんと協業させていただいているモデルを取ってるんですね。この一番最初にですね、大事になってくるデータ収集で大事になってくるセンサー類です。このセンサー類は、あらゆるデータを収集するためにですね、弊社が特定のセンサーを作っているのではなく、様々なセンサーメーカーさんと協業し、あらゆるセンサーと共同していくという姿勢で取り組んでいます。で、これらをですね、弊社が開発しているゲートウェイと言われる、モードゲートウェイと言われる、デバイス、物理的なデバイスに、接続していただくことによって、モードにあらゆるセンサーデータが、溜まっていくという、このモードプラットフォームというど真ん中のものにデータが溜まっていってます。で、このデータベース、このプラットフォームにはですね、強力なデータベースや、ストリームでリアルタイムにデータを流すインフラが存在しているので、それをお客様側に、この右側のフロントエンドに提供するというのが、までがモードの役割になります。で、提供した後の、分析や可視化であるというところの体験は、どのように、行えるかというと、このも、あの、用途に応じたデータ出力に対応した BI ツール、AI といったようなところに強力に連携させていただくことで実現できるというような形になっておるので、モードとしてはこの基本的にはこの画面や AI といったようなものは作っておらず、お客様の既存のものであるとか、そういったパートナーさんと連携させるという形でデータ可視化なり分析を実現していただくというようなアプローチをとっております。で、実際に、活用事例、どんなものがあるのっていうことをご説明させていただくとですね、例えばこの配送業務でのコールドチェーンといったようなところが、活用用途の一つかと考えられるんですね。いわゆる配送業務においては、デジタルタコメーターなんかでですね、スピードや、運転手の、運転状況なんかを、管理していて、それを最近ではクラウドでデータを収集しているっていうソリューションも見受けられるんですけれども、車のステータスやドライバーの状況自体はデータとして取れるとしても、それ以外のもの、例えばこういったところで配送業務、低温物流といったようなところでですね、いわゆるちゃんと低温状態のまま、安全な低温温度でもって配送をし続けることができているかということを、エビデンスを取ったりだとか、異常があったときにすぐに気づいてですね、アイスクリームが溶けないように、庫内の温度が故障して上がったらですね、すぐ対応しないといけないというようなことを早期発見するためにですね、クラウドにデータを収集するといったようなモチベーションが今後出てきます。このコールドチェーンっていうのは最近すごく業界的にホットなキーワードになってきているので、いったようなところに弊社のゲートウェイを使っていただくと、弊社のドライブレコードですね、運転状況管理システムのデフォルトのものに、この冷蔵庫の温度センサーなんかを連結させることによってですね、簡単にドライブデータと一緒にですね、この庫内温度のデータもアップロードすることができますので、こういったところを活用していただくとですね、すぐにこの求められるこうコールドチェーンでの安全、品質対策みたいなことにアプローチすることができると、いったようなことが事例として考えられます。こういったところはですね、ここの記載されている URL、tinkermode.jp すらカスタマーズというお客様活用事例というようなページにですね、いくつも事例が載っておりますので、さまざまな業界向けに事例が載っております。こういうところをですね、参照いただけるとありがたいと思います。で、先ほど、モードは画面作ってませんよというようなお話をしましたけども、実際は厳密には違っていてですね、こういったモードソリューションといった、すぐにワンパッケージで始められますよといったようなソリューションも提供させていただいております。ここがですね、このモードセンサークラウドという汎用的な、プラットフォームと、移動体に特化したモビリティクラウド、
あと工場に特化したファクトリークラウドといったような製品群を備えていますが、基本的に我々の姿勢はですね、これをそのまま使ってくださいではなく、カスタマイズして使ってくださいというふうに、お勧めしております。なぜならば工場なら工場で、お客様の業態やお客様のワークフローっていうのは工場ごとに本当に180度違う場合もあるんですね。まあ、運送業界も一緒です。そういったところにですね、既存のこのシステムが持っているワークフローをそのまま入れたとしてもですね、お客様の逆に負担になることも考えられるんですね。そのワークフローに合わせないといけないから。なので、基本的に我々の姿勢としては、一番使いやすいユーザー体験を実現するために、弊社のクラウドシステムをですね、柔軟にカスタマイズしてお客様の業態に合わせることで、まあ、長く安心して、楽に使っていただくというようなソリューションを実現するというようなところがミッションになっておりますので、基本的にこれらはですね、柔軟にカスタマイズ可能なプラットフォームになっております。ちょうど時間になりましたので、本日のセッションは終了させていただこうと思います。まあ、次回はですね、これらモードのソリューションが中身が一体どうなっているのかというようなことをですね、踏み込んでご説明させていただければと思っております。はい、ということでですね、本日はこの30分のセッションご参加いただき誠にありがとうございます。本日はどうもありがとうございました。